今日はマストバイの日本株、今のうちに買っておきたい長期目線で狙う日本株5銘柄を株価見通し解説付きで紹介していきます。皆さんこんにちは。お金の学校校長の今川和明です。8月5日の日経平均株価は4451円28銭安と、1987年10月20日のブラックマンデー以来過去最大の下落を記録しました。この下落に絶望、もう株はやめるなど阿鼻叫喚の声が SNS などで駆け巡ったわけなんですけども、当日にお届けした YouTube ライブでお伝えした通り、この日をセリングクライマックスとして反発の色が濃くなってきています。アップダウンはありながらも好調な企業業績などが下支えする形で、日経平均株価も再び4万円台を目指す展開に期待が持てそうです。そしてこれもお伝えしていましたけれども、すでに急落前の株価に戻しただけでなく、それ以上に株価を上げている銘柄もあれば、引き続き低空飛行が続いている銘柄もありまして、二極化が進んでいます。こういった状況下ではありますけれども、引き続き日本株はマストバイというスタンスには変わりなく、前回の短期目線に続いて今回は長期目線で購入を検討しておきたい日本株5銘柄をピックアップします。今から長期目線で利益を取りに行くには、業績が好調だったりだとか高配当株だったりするにもかかわらず、まだ株価が上がってきていない若干出遅れている銘柄を狙いに行くのがベターだと思います。こういった視点を踏まえまして、ピックアップした5銘柄の着目ポイントや今後の見通しなどについてお話ししていきますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それでは紹介していきます。トップバッターで紹介するのはタマホームです。タマホームは注文住宅建設会社で、大手ハウスメーカーが高級化路線を進める中、値頃感売りに成長を遂げてきています。営業手法は住宅展示場だけではなく、大型幹線道路沿いに独立型店舗を展開、さらにインパクトの強いテレビ広告宣伝によって集客を図っています。首都圏および地方中核都市での戸建て分譲を強化しまして、住宅事業を軸にリフォームやマンション分譲、オフィス区分所有権販売など周辺事業にも進出しています。直近の台では事業拡大に向けて、全国11カ所の土地買取センターで人員増強や地場不動産会社との関係性構築を進めています。またリフォーム事業も人員増強などによって体制を強化、定期点検などで顧客との関係を構築、提案活動を推進して事業成長を図っています。タマホームの本日の割値は4165円で、年間配当金は195円を予定しています。よって配当利回りは 4.6% となります。そしてタマホームには株の集大制度がありまして、クオカードとなっています。100株で500円相当なんですけども、継続保有期間が3年以上になりますと100株で1000円相当にアップグレードする仕組みとなっています。こちらを年2回受け取ることができます。まずは長期チャートを見ていただきたいんですけども、ご覧いただいての通り、株価は業績の拡大、さらには連続増配の高配当、株主優待ありの銘柄として個人投資家からも人気を集めまして、右肩上がりの上昇を遂げてきました。一方で、今年に入ってからは、ちょうどこのあたりですかね、4200円を挟んで行ったり来たり、4600円あたりが頭打ちといった形になっています。今期は減収増益の見通しなんですけども、日銀の利上げによる住宅ローン金利の上昇による販売の伸び悩み、建築資材や人件費の増加による収益鈍化が懸念されていることと思われます。ただこれまで様々な懸念を払拭しながら、業績株価を上げてきた企業であるだけに、今回の逆風の状況を乗り越えていけるのではと見ています。今年に入ってからのボックス券の下限である、4000円割れ、直近は8月5日にあったわけなんですけども、ここの場面というのが仕込みどころと思われます。2銘柄目はアサヒグループホールディングスです。アサヒグループホールディングスはビール国内シェアトップの総合酒類飲料メーカーです。アサヒスーパードライが主力で、マルエフやノンアル飲料なども育成中です。非ビールの分野では、日華ウイスキーや三ツ矢サイダー、カルピスがありまして、国内飲料シェア3位となっています。その他、成長剤のエビオスやフリーズドライ食品も手掛けています。海外の M&A にも積極的で、オーストラリアの酒類事業などを含め、アジアやオセアニアにも進出。欧州のビール事業も買収して、海外で新たな収益基盤作りを目指しています。直近でもハンガリー子会社のビール設備刷新に向けて400億円超を出資、
注力エリアの欧州で販売拡大を図っています。直近の出では今期中にスーパードライをアメリカで初めて生産すると発表、1月に買収したアメリカ飲料製造受託会社の拠点を活用する計画です。アサヒグループホールディングスの本日の終値は5377円で、年間配当金は132円を予定しています。よって配当利回りは 2.6% となります。ちなみにアサヒグループホールディングスは株の集大制度を行っていません。長期チャートを見ていただきますと、株価は2018年以降、ここのコロナショック時を除けば、おおむね4000円前後から、まあ、5000台後半の間でのアップダウンの動きが続いています。昨年はコロナ禍からのリオープンによるビール需要の回復などの話題から、まあ、5000台までは戻したんですけども、それ以降は5500円を挟んで行ったり来たりの動きとなっています。直近では2024年12月期第1クォーターの決算発表で2桁増収を発表しますと、窓を大きく開けて買われる展開となりまして、2018年1月につけていた上場来高値6076円に迫る場面もありました。まあ、上場来高値を目前に足踏み状態が続く中、まあ、ボックス圏の動きだったんですけども、相場の乱切りに飲まれる格好で久々に4000台に突っ込む場面もありました。好調な業績とは裏腹に株価が下落しているということでピックアップしています。足元でもイベントや外食需要も含めましてビール需要が拡大中ということで、まあ、第3クォーターの決算にも期待しながら、決算発表を機に上場来高値更新にも期待ができる銘柄です。9月末をもって株式分割を予定しておりまして、これをきっかけに少し株価の動きが重くなる可能性もあるんですけども、これまでのボックス圏の下限だった分割前、今の水準で5200円から5300円、このあたりで購入を検討しておきたい銘柄です。3銘柄目は日本マクドナルドホールディングスです。日本マクドナルドホールディングスは世界最大のハンバーガーチェーン、アメリカマクドナルドの日本法人です。日本ではファーストフード最大手で、外食企業としてもトップクラスです。全国に約3000店を展開しておりまして、フランチャイズ比率は約7割となっています。既存店舗の改装投資やデジタル投資を進めて業績を拡大させておりまして、今期は IT 関連の投資に前期比2倍の60億円を計画しています。また接客専門の店員配置や事前注文決済ができるスマホアプリを導入して、サービス面をさらに強化中です。直近の値では5月にアイスコーヒーを刷新、課題のカフェタイムの集客強化を狙っています。日本マクドナルドホールディングスの本日の割値は6340円で、年間配当金は42円を予定しています。よって配当利回りは 0.6% となります。そして日本マクドナルドホールディングスには株の優待制度がありまして、マクドナルドで使える優待食事無料券の冊子となっています。100株で1冊などとなっています。ただし継続保有期間1年以上が必要となっています。こちらを年2回受け取ることができます。ここ3年間のチャートを見ていただきますと、株価は堅調な業績を追い風に昨年から今年にかけて大きく伸ばしてきたんですけども、決算発表を機に下落基調となっていました。株価は下落しているんですけども、その分現在の株価水準で PR が 31.2 倍と、まあ、同業のモスフードサービスなどと比較しても割安感がありますし、外食企業で見ても割高感はない水準です。業績面では採算の値上げで客単価が上昇しておりまして、定期的な限定商品の投入や販促強化によって客数も増加しています。順調な既存店売上から賃上げによる人件費や改装費の増加をこなして、最高位更新は達成可能と思っています。まあ、直近この6000円前後で調整はしていたんですけども、まあ、チャート面でもゴールデンクロスしそうな状況にもなっていることから、現在の株価水準というのは一旦購入を検討したいところです。まずは今年の高値圏である7000台の水準を目指す展開を予想します。4銘柄目はアサヒです。アサヒは自転車販売専門店サイクルベースアサヒを全国展開する企業です。店舗網は関東を中心に大型専門店を郊外に出店していまして、全国に展開しています。豊富な品揃えと整備専門スタッフが常駐するビジネスモデルで成長中です。中国に生産委託するプライベートブランドの自転車は売上比率4割強を占めておりまして、電動アシスト自転車の好調な伸びが業績を牽引しています。足元ではスポーツ車を強化した店舗の取り組みに本腰を入れておりまして、海外有名ブランドの日本総販売代理店を取得して卸売業にも注力しています。直近の間では店舗販売中心から EC 販売に軸足を移しておりまして、 EC 掲載商品数を大幅に増やしていく方針です。
また中古車の買取販売も強化しておりまして、買取店も増加中です。アサヒの本日の割値は1525円で、年間配当金は50円を予定しています。よって配当利回りは 3.2% となります。ちなみにアサヒは株の集大制度を行っていません。ここ3年間のチャートを見ていただきますと、株価はおおむね1200円台から1400円台、ここでのボックス圏で推移する銘柄といった印象だったんですけども、今年に入りまして、1段階そして2段階と株価を上げてきています。前期の増配によるポジティブサプライズで配当利回りが上がって高配当株の域に達した上に、今期も増配を予定していることが、引き続き高値圏での推移が続いているポイントと思われます。足元でも単価が高い電動アシスト車やスポーツタイプの販売が堅調となっている上に、節約志向や個人商店が減少していることから、高採算の修理の件数が拡大中とのことです。昨年末に実施した工賃の値上げも今期はフルで寄与することで、業績の拡大が期待できることからピックアップしました。直近では6月28日に1595円をつけてから、少し足踏み状態だったんですけども、今日あたりとぐっと大きく伸ばしてきてまして、それでも現在の株価水準で PR が 10.8 倍、PBR も1倍と、割高感もないことから、再浮上、ここの高値、年初来高値を更新するような動きに期待が持てると思っています。なので、高配当株の水準のうちに購入を検討しておきたいところです。最後に紹介するのは大和証券グループ本社です。大和証券グループ本社は総合証券で業界2位の大和証券を核に、資産運用、ネット銀行などを展開する企業です。2013年から国内重視の戦略を取っておりまして、信託報酬などストック収入重視の営業を推進しているのが特徴です。足元では投資銀行業務、資産運用を強化しています。スマホ証券、大和コネクト証券を新設しまして、制度信用取引や新規上場企業、積み立てNISAなどの取り扱いを開始しています。直近の代では、青空銀行の増資を引き受けて、15% 超の出資をして持ち分会社となりました。また、かんぽ生命の大和アセットマネージメントの出資受け入れも発表しています。さらに、4月に就任した荻野新社長の下で、不動産運用など多角化を推進しています。大和証券グループ本社の本日の割値は1109円で、年間配当金は44円から48円を予定しています。よって配当利回りは 3.9% から 4.3% となります。そして大和証券グループ本社には株の集大制度がありまして、名産品、雑貨など選択式となっています。こちら1000株から対象となっています。そして同じく1000株以上でグッドタイムリビング運営施設の入居時費用の割引、さらに同じく1000株でホテルやゴルフ場で使える優待割引券を受け取ることができます。ここ3年間のチャートを見ていただきますと、非常に分かりやすいんですけども、増益による大幅増配をきっかけに右肩上がりの上昇を遂げていっていまして、昨年の6、7月ぐらいから今年にかけてはダブルバカを達成しています。一方で8月5日の相場の乱気流に飲まれる格好で大きく値を下げました。まだ下落前の水準に戻しておらず、配当利回りも 4% 前後と、高配当株としての魅力もあることからピックアップしました。業績見通しは現在未定となっているんですけども、リテール部門が投信やファンドラップの残高が増えていることから安定成長が続いています。アセットマネジメント部門についても証券、不動産ともに順調に収益を増加させています。市場部門も投資銀行で案件が豊富となっていることを考えますと、今期も増益、増配が見込めると思います。そうなってきますと、バリエーションにも割安感が出てきて、今年の高値、1353円50銭も抜いてくる可能性もありますので、まずは下げた分の戻し、そしてそこからもう一段階上の展開、こういったのにも期待していける銘柄だと思います。今日のまとめということなんですけども、今回は日経平均株価が過去最大の下落を記録した反動に期待が持てる日本株5銘柄をピックアップしてきました。まだ下落した分を戻していない銘柄もありますし、戻した後もさらにもう一段階上を目指していける5銘柄だったと思います。株価を上げていくポイントやそれぞれの投資スタンスについてもお話ししましたので、ピンときた銘柄についてはぜひあなたの監視銘柄に入れておいていただけますと幸いです。今回もご視聴ありがとうございました。オープニングで紹介中のニコニコチャンネルプラスお金の学校雑談部屋では、
あなたの資産運用に役立つ情報をテキストや動画、個別相談を交えてお届けしています。詳細については動画の概要欄からご確認をお願いします。あなたのご参加お待ちしています。